マイセン？おかしいね。ここにはメインディッシュしかないはずなんだが、また新たに2人もお出ましか。なんだこいつは。これが氷馬だって言うのか。ここは君が来るようなところじゃない。立ち去るんだ。小僧が生意気に。全身恐怖が丸出しになってるぜ。ほら、力んで腕もガチガチ。うわっ、スレイお前さ、うまそうな匂いがするね。なんだって言わせるのかい。お前さんを食いたいって。ふざけるな。最初から全開だ。氷馬、俺の奥義を見せてやる。天皇ほどにもないじゃないか。さあ、まだやんのか。されマイセン。マイセンを。これが氷馬の本当の。それ邪悪なるものよ。それともみんなで相手してやろうか。つまみ食いにかまけてメインディッシュを逃すのは面白くない。マイセン、あとはわしらに任せい。じいじ、さっきのキツネ人間は氷馬だったのですか。我々と言葉を交わすなんて。うん、あれは人間が氷馬と化した姿じゃ。疲れたと言ってもいい。人が氷馬に。さあ、お前たちはさっさと戻って休み。そうします。さあ帰ろう。あ、うん。動き始めたのかもしれんの。おかしいね。ここにはメインディッシュしかないはずなんだが、メインディッシュを逃すのは面白くない。まさかあいつの狙いって。